まあ、多分ですね、今私、去年、数年前まで埼玉に、それこそ、転職から本部の近くに住んでた、大宮の方に住んでて、もう本当、もう、そういう活動してたんですけど、で、正直に申し上げまして、豊田さんが確か、来られたんですかね。ああ、時々行きますよ、2ヶ月に1遍ぐらいは。その時、誰だったかな、久保、誰だったかな。ああ、はいはい。うん。あれじゃあ、ね、どの方。うん。これ、ね、くん。あ、誰でしたっけ、もともと東京にいらっしゃった方が。ああ、そうそうそう。一回、こう、聞いたんですよね、ちょ。あ、話はしたんだ。はい、聞いた。あ、ずっと、あ、そうか、そうか。たくさん、自分が一緒に話したんじゃない？元検証会員だった夫婦。ああ、そうそう。夫婦だよ。ですかね。うんうん。あ、話は聞いてる聞いてる。だったんだけど、距離が遠くてですね、わずか、こんなもんですから、どうしても足を運ぶと、車でも4、5時間とかかかるもんですから、それで、まあ、結局、無理だなと思ってて、まあ、一回、豊田さんの話をしっかり聞きたかった正直あったんですよね。ああ、なるほど。まあ、入信はちょっと躊躇したんで、でも豊田さん一回会ってみたかったなっていうのがあったんですよね。あ、なの、一回、行きますよ、俺は。あ、そうなんですか。それで、こう、まあ、今回まだ、豊田さんが来るっていうことだったんで、まあ、行かなかったんですけど、まあ、いずれにしても、豊田さんと会いたいっていうのは、まあ、あったんですよね。ああ、そうなんだ。じゃあね、はい、単独で、あんたの一番の都合のいいところへ、俺がピンポイント飛びますから。ああ、まあ、ありがたいんですけどね、わざわざ僕の。あ、そうか、この大変。まあ、そんなのもしょっちゅうのことだからね。まあ、そうなんですよ。俺にとってはしょっちゅうなんで。はい。ね、空いてる都合のいい日時を教えてくれれば、はい。調整しますよ。はい、どういったところにこう、集まるとか、僕とポイントで会いたいんでしょ？そう、いろいろまあ、疑問に思うこととか。メンバーとはもう会ったんだもんね。でもまあ、だから、オタクの一番都合のいいファミレスでいいんですよ。近くの。ああ、わかりました。そうですね。うん。で、その時に、もし他のメンバーがそこに来れそうな雰囲気だったら来てもらえばいいし。そうですね。はい。もし無理だったら別に僕と一対一でいいじゃん。はいはい。うん。あとはだから、緊急ですよね。都合のいい日時。はい、そうですね。候補いくつか挙げてくれれば。そうですね。うん。まあ、4月、5月、まあ、10月は、そうですね。ぜひとも、はい。だから、今日はいい。もう早め早めでいいですよ。もう。今月のもう早めで。つもりですね。わかりました。じゃあ、また連絡差し。また連絡しましょうか。そうですね。3つぐらい候補挙げといてくれると。はい。はい。わかりました。うん。で、調整します。はい。で、あんまり急だと飛行機が取りにくい。そうですよね。うん。そうですよね。ちょっと飛行機、飛行機で来るんですね。わかりました。はい。じゃあ、わかりました。うん。はい。連絡お待ちしてますわ。わかりました。はい。すいません。ありがとうございます。はい。はい、お願いします。はい。はい。はい。